広島寺島、さあドリブルで抜いていこうとする鈴木です。右に振った加藤のスリーポイント。早速スタートの期待に応えましたね。さあ辻からニック・メイヨ、ニック・メイヨから寺島、スピンムーブから中に入ってきた寺島。このワンオンワンがやはり今日も見どころになりますね。さあ寺島からすぐに動かして辻、チームの選手よく守りきりました。今ゴールした相手ニック・メイヨ。広島のポゼッションからスタート、エチェニケに入れて青木です。さあ青木下を通してジャクソン、ジャスイン・ハーパー、おー、奪ったフリューだ、ね、ここもどこでもフリュー、フリュー、そして自ら行った、これがフリュー、どこでもフリュー、そこに手が出てくるという、この絶妙な反応の速さですよね、そして最後、自分でフィニッシュまで行きましたからね、いやー、こういったね、プレーですよね、はい、で落ちました。さあ、おー、これはチャンスは京都、鈴木がギアを上げた、鈴木が行ったユーロステップから決めました。こういったところですね、広島になってしまいましたね。フリュー選手今大丈夫でしょうか。さあ速攻は京都、ハーパー決めました。ちょっと頭と頭かな、心配です、ですね、まあ、ティルマンとハーパーが2本ずつ、まあ、3が来てます。いやお返しですね、やり返しました。もう6割近く入っちゃうというね。さあティルマン行った、フック、うまいですね、うまいな、そうするじゃないですか。さあ下を通した、右から行った辻のスリーポイントが来た、ラストプレーやっぱり決めました。辻ハンドオフで受けたのがキャプテンの三田です。三田は使った、さあオープン、ツーポイント来ました、いいですね、京都一気に1点差まで、京都がポイントを取りました。辻バウンズパスからニック・メイヨ、コーナー動かして青木のスリーポイントが来た、青木選手も今日いいですね。さあ久保田、巧みなこのハンドリング、マッチアップはニック・メイヨ、ハーパー来た、ハーパー、ハーパーに対してはジャクソンがつきます。11番の久保田、久保田は自らドライブで行って、あ、いいですね、最後ティルマン、さあ逆襲です。広島、青木、青木からニック・メイヨ、ニック・メイヨ、細川とつないで細川引きつけてジャスティン・ハーパー来た、スピンムーブからのショット、いや柔らかいショットですね、うまい、 CJ 逆を見た、クニュー飛ばしてフェイクで入ってきた、使ったぞ、うまい CJ、 本当に鮮やか、ショットクロック残り3秒、青木からさあ寺島のスリーポイント、リバウンド京都、CJ ダンク、3点差追いかける京都、 いいパスが通りましたよ、ジャスティン・ハーパー、久保田選手いいですね、よく見えてました、ジャスティン・ハーパーとのハンドオフです。ここで前進していきます、久保田回ってティルマンが入ってきた、いいアタックですね、がニック・メイヨのブロック、真ん中で持ってニック・メイヨ、 B リーグ屈指のシューターがドライブで入ってきた、レイアップ辻だ、今シーズンの辻は一味違う、苦しい時に点を取る、これが辻、画面でスコアが違うところですね、はい、ですね、さあちょっとおいおいそこを確認していきたいと思いますが、依然接戦、辻が行くか、いやー、僕のレイアップ来ましたね、 NBA を経験したポイントゲッターです。さあ鈴木、そのジャスティン・ハーパーに入ってきた、ハーパー、いやー、いいアタックですよ、もうバスケットカウントですね、これはビッグプレー、バスケットカウント、そこを見逃しませんでした、京都、ジャスティン・ハーパー決めました。さあ残り3秒、鈴木行く、鈴木のジャンパーどうだ、落ちた、両者譲らない、広島京都オーバータイムです。ジャスティン・ハーパー、もう一度鈴木、鈴木から間を通したティルマン、ティルマンのショットが入る、いやよく決めましたね、クニューだ、ニック・メイヨだ、寺島右のコーナーから中にドライブ、ジャンパー寺島やり返しました、辻がドライブで中に入った、周りを見て下がりながら打った、これは大きい、3番の辻、辻祭り開催中、辻がいった、うまい、
そして青木、時間を使う。ここで試合終了です。